ほら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 。やべえぞ。うん、村長のお漆が出たので通ってもよろしい。偉そうだな。この先に怪物ってことは、どうしよっかな。レサレサに変えとくか。じゃあレサレサで。やっぱレサレサビンタいいけんね。ん？これもしかして下にも行けないか。柵があるな。かわいいな。やっぱもみの木っていいよね。テンション上がるよね。お、来た。やい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 。ほら来た。うおー、待っていたぞマリオ。来るのが遅いぜ。危なかったぜ。凍っちまうかと思ったぜ。ここはなんで寒いんだ。俺は寒いのは嫌いなんだ。たまらん。全然なんかあったかくしようとかそういう感じがないもんね。いつまでもこんな寒いところにいられるか。さっさとケリをつけてぬくぬくのところへ帰ってやる。いいかマリオ、勝負だぜ。来た来た。今回はすごい技を覚えてきたぜ。行くぜ、パワーアップ。なになになに、パワーアップ。なんか杖持った。どうだ、通信教育で魔法マスターしてきたぜ。魔法まで通信教育ができる時代なのね。なるほど。すっげー魔法でお前を倒す。今日こそ俺の勝ちだぜ。あれでもあれやんね、このこのマリオストーリーのゲームってさ、あれ違ったっけ、スーパーファミコンとかじゃなかった、そんなのか、そこまで昔じゃないっけ。 64 か。でもどっちにしろさ、あれよね、そんな頃に通信教育そんなにないんやないん。あるんかな。わからん。とりあえず力を抜こう。いや、これがだいぶいいっていうことをね、分かったけんね。あの、お相撲の時に。はい、これで攻撃力下がった。あ、待って、私体力めっちゃ少ない状態で来てしまったな。なんてことだよ。ハリセンビンタ5ポイントも使うけど、どれぐらいダメージ与えれるんやろ。ちょっと一旦やってみるか。左に何度も弾く。いけーい。よし、変わらんくない。普段と変わらんくない。レサレサビンタこんな感じじゃなかったっけ。マリオめ、こいつを受けてみろ。何、すげえ、これ普段やったら8ダメージってことか。いい気分だぜ。この調子でガンガン行くぜ。ちょ待って、とりあえず一旦さ回復しとこっか。時間よ止まれ。時間の止まりはなんか一気に2に戻るんやね。とりあえず回復しときます。相手の体力どれぐらいなんかな。よし、回復回復。レサレサビンタも同じようなもんじゃなかったのかな。でもこっちの方がすっといけるんよな。ダメージが与えられない。なぜ。なんで卵の殻かぶっとるけん。そういうことじゃなく、どういうことなんやろう。一旦ハンマーで殴ってみるか。普通に攻撃して5はでかいよね。いいねいいね。じゃあハリセンビンタになるんか。これやったら普通にいけたもんね。めっちゃ高笑い。目の前で。でもやっつけれそうな気がする。あと体力どれぐらいかな。いけい。やっつけたかと思ったのに。まだ下がっとる？いける？どやどやどや。あ、そろそろあれじゃない？そろそろやばくない？もしかしてそろそろもう下がってないんじゃない？
つけてない。はあ、ほら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 、やべえぞやべえぞ。でもどうなんかな、もうそろそろかな。待って、一旦ちょっと願っとこう。一旦願って、まあ、でもあと1回でやられるわけではないけん、とりあえずハリセンビンタとりあえずね。クソ、まだか。次はもう無理やな次はもう無理やな。私アイテム何持っとった？あ、でもそっか、自動的にこれ使ってくれるんよね。じゃあまあ一応いけるっちゃいけるハンマーで攻撃してみよう。クソ、やっつけてないまだやっつけてない。レサレサビント使えんかったもんな、何もしない。お、マジで？あ、ピンチでラッキーついとった、私もしかして。やったやんやったやん、マグロ。くそ、まだか、何もしない。どうかな。くそ。でアイテム使ってくれるんよね。あ、よかったよかったよかった、一瞬ダメなんかと思った。ふう、これでまだあと1回分まだあと1回分の体力は大丈夫やけん、ここで一旦願っといて。でもなあ、でも願って次のターンで回復すればいいか。ふんふん、オッケーオッケーオッケー。本当は相手のね下げたいかなとも思ったけど、でここで回復、一旦回復しとこう。そしたらまたしばらく大丈夫やけん、よしよし。さあ攻撃攻撃、お、やったやっつけた、イエーイいいねいいね、25スターポイント、ほげー。何回挑んできてもダメなんだよ。あれ、もう動けるほげーそれ以上何もないのちょっと通してあれ放っていっていいんだろうか。あ、でも一旦あれだな、回復したいかな。凍ってる大丈夫か、おい、大丈夫なのか。かわいそう、めっちゃカッチカチに凍ってるんですけど、あれは助けてあげないといけないということかな。多分敵を倒さんといかんのやろ、ボス的な。まあでも今回はまあここまでで、とりあえず回復して終わりにしとくか。どうせよ。ふぅ。ここは心も体もリフレッシュ。で、おなじみのキノピオハウスです。泊まっていきますか？泊まります。ごゆっくりどうぞ。あざす。よく眠れましたか？何それ、なんかテーブルの上にジャガイモない？寒い芋、寒い寒い地方名物の芋、 HP が5回復する。え、すごい、アイテムもらえる。え、これ出入りするたんびに復活しとったりせんかな。くそ、1回限りかなさすがにそんなにないか。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、コアッパがなんかね、あのまんまカッチカチに凍ってしまったのがちょっとかわいそうやけん。ボス倒したら戻るんかな？助けてあげよう。